岡田さんに電話かけたことある。岡田さんの留守電って岡田さんの声なんだそれは知らん。はい、岡田ですから俺喋り始めるから、あ、岡田さんすいません、お疲れ様ですみたいな。おそらあれ高いわ、違うな高いな、電話に出れませんみたいな岡田さんの声じゃないですか。びっくりしてさ、岡田さんしてたんやっていう方がね、びっくりしてた、ね、あ、お疲れ様ですみたいな感じで俺話し出して、あれなんか反応悪いなと思ったら普通に留守電だった。